マジェンタはイタリア共和国ロンバルディア州ミラノ県にある人口約2万4千人の基礎自治体。ミラノから西へ約2 5トル、ティチーノ川左岸に位置する。第二次イタリア独立戦争中の1859年には当地でマジェンタの戦いが行われた。マジェンタという占領とその色の名はこの地名に由来する。ミラノ県西部のコムーネ。 ミラノから西へ2 3トル、バレーズから南へ4 0トル、ノバーラから東へ2 1トルの距離にある。ミラノの衛星都市、隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の脳はノバーラ県所属を示す。イタリアの地震リスク階級では4に分類される。古代のガリー・インサブリーの中心、街の起源はローマ時代にあると考えられている。 4世紀初頭、ローマ皇帝、マクセンティウスがこの地に司令部を置いた。マジェンタの地名は、マクセンティウスの野営を意味するカストラ・マキサン社から来ている。マジェンタは、第二次イタリア独立戦争中の1859年6月4日に行われた戦闘で特に有名である。ピエモンテとフランスの連合軍、対するはオーストリア・ハンガリー軍で戦闘は、 フランスピエモンテが勝利し、ロンバルニア征服の道筋となった。この戦いから間もなく、フランスの科学者によって発明された赤色アニリン染料は、戦勝を記念して、マジェンタと呼ばれるようになったアルコール工業、絹織物業、家具製造業が立地する。ありがとうございます。